KMG ZPPP 昆明長水国際空港空港の1 KMG ZPPP 昆明長水国際空港の1昆明長水国際空港は中国雲南省混迷士官渡区に位置する国際空港である2012年6月28日に開港した昆明市内には昆明不可国際空港があったが航空需要の増加 市街地にあり、拡張が困難であることから、市内から2 4 5トル東方に、西部大開発の一環として、新空港が建設されることとなった。2007年11月15日に工事が開始され、2012年6月28日に開港された。開港後、昆明府下国際空港は閉鎖した。中国東方航空が拠点の一つとしている。 北京首都国際空港、上海歩東国際空港、甲州白雲国際空港と並び、中国で4番目のハブ空港として位置づけており、主に西方への国際便を就航させる予定。滑走路は平行に2本あるが、さらに2本の増設計画がある。2020年までに3800万人の利用者を見込んでいる。 東西1134.8メートル、南北855.1メートル、延べ床面積543,800平方メートルは中国の空港ターミナルビルでは屈指の規模である。昆明長水国際空港国際線修航都市、途中機場中心駅の一つ手前の機場前駅で下車しても空港アクセスは不可能なため注意が必要。ありがとうございます。